とことんやりこむ、どうも、ラウチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、行ってみようと思います。緑のローブの影の突撃。で、下はクールダウン3ですね。実質クールダウン4の影突です。で、武器に流れ込む魂がついてるスカルの大釜。で、魂のハンタークロスボウに球根がついてます。まあ、とりあえず最初はこれで、ある程度魂を貯めて、で、その後、影の断片で影化しつつ、アップドラフトとエレメントのカバンで、削っていきます。では、行きましょう。それでは、行きますね。影突が、あ、これやべえな。影突がね、近接攻撃じゃないと、発生しないと思ってたんですけども、こういうアーティファクトで攻撃しても、あ、はぁ、発動するか、するね、するね。あ、いや、勝てぇな、勝てぇな。あ、思いっきり発動するわ。まあ、確かにこれならめちゃくちゃ戦いやすいね。なるほど。ちょっと火力がしょっぱいか。ちょっと火力がしょっぱいぞ。もう少ししっかりした火力が欲しい。でもないんだよな。ハーベスター入れたらどう？ハーベスター、ハーベスターで、お、危ねえ。ハーベスターで倒しても、あ、ソウル減らないわ。うん、あ、使っていって全然、あ、全然 OK だわ。ただここはちょっと厳しいって。危ねえ危ねえ、ここは厳しい。回復ついてると倒せねえわ。うん、回復はちょっと無理。思いっきりね、発動するんで、これでよかったんだ。OK。うん、影突はこれで OK なんだ。じゃあ、一気に3体ぐらい同時に倒せればいいんだね。よし。あ、ちょっとなんか、ものすごく。卑怯な感じになるんだけども、いや、でもね、すっごい安全にクリアできるな、これ。ああ、なるほどね、これタワーでも使える。うん、これはタワーでも相当使っていけそうな感じですね。 OK、 危ねえ。ちょっと全部出してから一気にいきましょう。もったいないからね。いくぞ。すげえ。ソウルが全然減らないっていうところがね、素晴らしい。では地下までちょっと行きます。では中の方行っちゃいましょうか。まあまあまあ、とにかく倒すのみ。あ、でも硬えな。このキャプテン倒すのはちょっと厳しいかもしんないですね。キャプテン以外だったら全然いけるんだけど、キャプテンはちょっと厳しいな。むしろこれドラをつけていった方がいいとかかな、ここに関しては。じゃないとちょっと倒しきれないかもね。 OK。 おーい、ちょっとそれ無理やん。
危ねえ危ねえ、それ無理だ、ここは無理だわ。おお、うんうんうん、こういうところはちょっと火力がないから無理なのね。 OK、 全部倒した全部倒しきれた。時間かかったけどね。神秘で、モブダメージが 110% 増加して、モブ HP が 90% 増加。なかなかひどいね。で、略奪者に代わって脅威が2ですね。で、多分出口の方に、あ、いた、いるんだわな。OK。あ、ここは全然ボールが溜まっていくと。OK。どこ？あ、いたいたいた。いや、倒しにくいけど、倒すか。OK。相当倒しにくいんですけども、倒していきましょう。あ、なるほど。これ、蒸気転がっていって、ダイナモで攻撃するって、良さそうね。よっしゃー。はい、すべて取りました。脅威3、神秘3ですね。 OK。 まあボスまでこのまま突き進みましょう。あ、結構早かったな。もうボスですね。いやいやいや、無理無理無理。あんな硬そうなやつ普通に無理だわ。 OK。 ではボス、いやでもボスと戦う時の火力がねえぞこれは。うん、これボス、あーそうか、ボスの時はもうソウル貯めれないんで、ドラに変えていった方がいいね。うん、で道具もこれ緑のローブできてるけども、輝くローブで火力を上げた方がいいわ。うん、じゃないとちょっと倒せない。うん、ちょっと火力不足すぎるね。こんな感じなんで、ちょっと火力が足りてませんね。あ、そうか、そうか、武器を、あぶね、武器をね、毒でいけばいいんだ。うん、ツタの鞭とかで行ったらどうすか。 OK。 ツタの鞭のダイナモでぶったたけばそれで終わりでしょう。うん、まあ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 、なかなか卑怯な戦い方ですけども、まあ、確実に倒せるっていうことで、まあこれもありではないでしょうか。おいおい、え、レッドストーンゴーレム召喚すんの？それ初めてなんですけど。レッドストーンゴーレム召喚したよ。まあいいや、ね、倒せはするけど。ちょっともうラグビーだ。出てこねえよ。え、出てこないよ。何？あ、出た！なんだそれ？なんか変になった。うん。でもまあまあまあいいでしょう。ちょっとマルチロールかなんか欲しいな。こういう戦い方だったら。羽つければいいか。あ、でもね、羽つけると、ちょっと微妙になるかな。OK。あ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。あ、うわーちょっと待って、めちゃくちゃ火力がある。ちょっと待って、ちょっと装備を、羽でいいや、羽羽。オッケー。これでいいよ。
よし、こういう感じでボスたちは羽に変えて行けば大丈夫ね。よし、ではおしまいです。はい、ということで今日はアーティファクトを使った影突をやってみました。反省点としては、防具は緑のローブじゃない方がいい。これだとちょっと火力が出ないので輝くローブの方が良さそうです。で、ソウルを貯めるために武器もソウル系にしてたんですけども、武器は毒武器で行った方が絶対いいですね。んで、火力のね、アーティファクトもアップドラフトの章だけでいい。ここがね、羽の方が良かったね。羽で毒の単体火力を上げていった方が良さそうです。まあ理想的な装備としては、こんな感じだろうね。これが理想。ツタの鞭に輝くローブの影突。で、魂のハンタークロスボウの影の断片、アップドラフトの章、羽。これが多分、影突のアーティファクトをやるにあたって、最高のセットだと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。